まあ、再会といえば、まあ、昔といえば、あの幼少期、まあ、幼少期といえば可愛い初夏が見える。マジですか。こんにちるちる少量 BL レビューサイトちるちる記者のほぐしみと綱吉です。本日の企画は、新刊発売記念大島かもめ先生作品特集。イエーイ。はい、今回なんですけどもね、6月の9日に、はい、大島かもめ先生 の新刊である答えてマイドリフターが発売となりまして、キャーいい表紙だそうなんですよ。で今回なんですけども、この、はい、大島先生の新刊に合わせまして、はい、おすすめしたい大島かもめ先生の作品を3冊合わせてご紹介させていただければなと思いますので、はい、はい、ちょっと最後までご覧いただければなと思います。はい、それでは早速やっていきましょう。はい、まず1作品目に紹介させていただきますのは、今回の新刊の答えてマイドリフターです。はい、で、こちらの作品のちょっとあらすじをですね、はい、説明させていただきますと、はい、1929年のニューヨークが舞台になってまして、でこちらの壁ドンしてる方が攻めのエリオットなんですけど、はいはい、彼はその今すごいこう景気のいい自動車業界で働いておりまして、まあ、だいぶこう社会人としてもこう油に入れてというかいい時期を過ごしてる彼なんですけど、うんうん、そんな彼の知人がこう主催するパーティーにある時行くことになるんですね、はい、彼が、はい、でそこですごい初恋の子に似た黒髪の黒い瞳で持った、うん、ロバートって男に出会うんですよ、こっちの、はい、こっちですね。で彼は、今そのドラッグストア経営者としてこう波に乗ってるんですけれども、うんうん、ドラッグストアを経営してるだけにしてはあまりに羽振りが良すぎて、なんか裏で怪しくやってるんじゃないかってずっと言われてるこの黒い噂のある経営者です。で、はいはい、まあそんな感じなんですけど、もう初恋の彼に似てるので一目惚れしちゃうんですよね。で、で一目惚れして、まあ、ちょっと時間が空いて、その後またすぐちょっと再会した時に、うん、こうパーティーというかその会場で見つめ合うこう熱い視点に2人とも熱い人を向き合って、はいはい、はい、もう関係を結んでいって、てんてんてんっていうようなストーリーになっておりまして、はい、今回ですね、そう、舞台設定がね日本じゃなくてですね、ちょっと最初にも言ったんですけど、ニューヨーク、しかも1929年ってことで、なんかおしゃれな感じがすでにそうなんですよ。でも、まあ、この大島先生が書かれるね、上流階級の暮らし向きのいい男がふんだんに楽しめてるそういうのがお好きな方はまさにそうなんですよ。もうエリート階級のね、やっぱかっちりした感じっていいですよね。なんか髪セットするのも結構好きですね。そうなんですよ。なんでこんな服ちゃんと着てんのにエロいのかな確かに着込んでるからこそのね、なんかあるんですかね。そうなんですよ。でやっぱその時代、その年代ってところも結構ポイントになってまして、はいはいはい、その1929年ってやっぱ今からもう100年以上昔じゃないですか。そうですね、うん、なんでこうやっぱりこの2人を取り巻く環境とかも今と全然違くって、うん、まあ、当時のアメリカにはあったであろうようなこう人種差別の問題だったりとか、うん、まあ、結構そのリアルな話とリンクしてストーリーが進んでいくんですよ。で結構この1929年っていうのもすごい重大な伏線になってまして、うん、そうなんですね、はいはい、これだけってピンとくる人あんまりいないと思うんですけど、はい、すごいもう後半どんでん返しがこの来るので、ここの1929年ってすごい注目なんですよ。へー、私もびっくりしすぎて、って言いながらすごい読みました。なんかすごい画前さ、設定自体がすでに結構凝ってるというか、う考え抜かれた感じがもう本当に、ね、いいですね。作り込まれていて、やっぱその伏線の回収の仕方もすごい秀逸だなっていうところが良かったですねであともうちょっと声を大にして言いたいのが、はい、今回のテーマがその初恋の男との再会ってところなんですよ。お、はい、なんでもう再会といえば、まあ、昔といえば、幼少期、まあ、幼少期といえば可愛い初夏が見える。マジですか。ありがたいことにですね、まあ、この二人の、ね、少年期の話もすごい読めるんですよ。大人になったね、この素敵な男の男性っていうのはすごいもう今描かれててね、分かるんですけど、この幼少期どうだったんだろうって。いや、めっちゃいいですよ。めっちゃ楽しみ
なんかね、やっぱその幼少期にちょっとこう悪い子ではないけど、うんうん、自分の生きてる外側の世界を知らなくって、ちょっとこう、はいはい、ちょっとつもうしんっぽいこう育ちのいいところでずっと来たエリオットと、あの受けの方は、うん、アジアの血が入ってるってことで幼少期がいじめられたりとか、ちょっと貧しい暮らしをしたりとかしてるんですよね。なんで、の攻めのエリオットよりもなんか世界をいろいろ知ってるというか、そこがあるから、そんな無邪気な彼をこう静かに見守りながら、彼にこうでも自分にこう親切を向けてくれる彼に対して、こう徐々にこう好意を募らせていくリンチェのね関係性がね、すごい丁寧に描かれていて可愛いんだな相当新刊がもう刺さったようで、あ、そうなんですよ、めちゃめちゃ良かったんですということですね。あの、まあ、大島かもめ先生の書かれるこういう品のいい男が好きな方にはもうぜひ読んでいただきたいなという新刊になっておりますので、はい、ちょっとお手に取っていただければなと思います。続いて紹介するのは、はい、仕立て屋と坊ちゃんです。イエーイ。こちらなんとですね、はい、あの大島かもめ先生のデビューコミックス、うわ、かの有名なそう、あのやっぱ当時発売当初からもう結構話題になってまして、チルチルのレビューランキングにも結構上位にずっとあったような覚えがあるんですけれども、懐かしいですね。もう結構前になりますよね。そうですね、もう、あの1巻の発売が2015年とかなんでそうなんですけど、やっぱ当時のその衝撃をまだ覚えてるって感じですよね、はい、あの上質な男のスーツが好きな方にはぜひ読んでほしい作品となってますね。はい、でこちらなんですけれども、はい、攻めが高宮くんっていう両家の御曹司になってます。で、まだ大学生なんで20歳前後なんですけど、彼その幼少の頃にあの父親に連れてかれて訪れたスーツ店の店主の片山さんっていう、あのこっちの今作の受けなんですけれども、はいはい、にあのその最初の幼少期に会った時に一目惚れして、そっからもう20年ぐらい、約20年ずっと片思いをしてるんですよ。かなり自分よりも年上ってことですもんね。そうです、もう20個以上上ぐらいの感じ離れてますよね、そうで、その受けの片山さんはでずっとそのテーラー片山っていうスーツのオーダーメイド店、個人店を経営してる店主なんですけど、なんかやっぱり妙な色気があるんですよねまあ俗に言うイケオジって感じで、すごい、あ、いいですね、そうで、その高宮くんが幼少の頃からまあその子供なりにいろんなアプローチをしてきて、かわいい、来るんですけど、で大学生になってからもめちゃめちゃアプローチしてくる高宮君に対してすごいこう釣れない態度というか、全部涼しい顔でかわしていってなんかうーんみたいな感じであしらっていくっていう感じで、まあそんなあの片山さんのことを高宮君が手に入れられるのかっていうのがあらすじになってるんですけれども、はい、いやもうね、片山さんがね本当に難攻不落っていうかね大変なんですよあの高宮君がそのずっと前から好きでしたって言ったら、あの知ってるよって返してるんですよ上級者だそうめちゃめちゃ上級者なんですよ、うん、本当にこう可愛くなくて可愛いというかめっちゃ偏屈なんですよ。そのクールだし、あのこう高宮くんのアプローチに対しても全部やっぱちょっとなんかこう車に構えて返してくるというか、なんか皮肉っぽいというか、その映画の誘いとかをしてくれるんですけど、高宮くんがなんかこの映画片山さん好きそうなんで行きませんかって、その相手の好みに合わせて持ってきた映画に対してもう一言スパッと、いやもうそれとっくに見てるからみたいな言うとか、それで2人でいる時もなんかちょっと今本読みたいから静かにしてくれないみたいな感じでめっちゃあしらうんですけど、でもそのあしらっていろいろこう発言では可愛くないことを言うけど、あの実はその行動、その片山さんの方から起こしてくれる行動は全部高宮くん思ってのことだったりとか、そう彼が昔言っててできなかったこととかを覚えてて、そっちにこうそれを高宮くんのやりたいことをやらせてあげる方向に誘導してったりとか、ちゃんと愛があるんですよ。大人ですね、しかも、でなんかこの作品が本当に私のおじ受け性癖をの扉を開いてくれた一作となってまして、ここで開花したんですね、はい、そうなんですよ。で私その一巻発売当初にすごい話題になってたのは知ってたんですけど、はいはい、当時はちょっと私まだおじ受けどうなのかなって思って手を出さなかったんですよ、なんですけど二巻がその数年後に発売になった時に、なんか急におじ受けの波が来ててもうポチしちゃったんですよね。店主でポチして一巻をポチってしたら、で当時 の履歴見たら、あの30分後に二巻を買ってましたなんでもうベスト取っちゃって、ちょろすぎるめちゃくちゃ、だから今までそのおじ受け
作品をあんまりこう読まれてこなかった方でもこれを読むとなんかその品のいいイケオジの受けがどれだけいいかってことが分かってしまうのでちょっと読んでほしいなと思いますね。やっぱそのもう大島先生のやっぱデビューコミックスってことで当時からこうあの大島先生が持たれているこう上品な男を上品に書き切るっていうところが徹底されていて私はすごくいいなと思ったのでぜひ読んでいただきたいですね。でこちらの作品なんですけれども、はいはい、今あの新刊の発売に合わせて、はい、あのだいぶ割引がなされていて電子版の方で買い時なんでちょっとあの今こう読んで新刊読んでよかったなって思われた方はあのこちらの作品をポチッと言っていただけると、そうですね、はい、今ですよ今読むなら今だと思うのであのぜひこちらも読んでいただければなと思います、はい続いて紹介させていただきますのは、こちらですね、はい、チキンハートセレナーデになります。はい、こちらもですねやっぱあの当時発売当初にすごく話題になりまして、表紙すごい素敵ですもん、これ、はい、あのレビューもたくさんチルチルの方に寄せていただいててって感じなんですけれども、まあ、まあいいですよそれはそれはそれはいいですよ。こちらもですね結構そのあの舞台は普通に現代の日本なんですけど、はい、あのまあエリートサラリーマンというか、まあ、まあ結構そのやっぱ上流階級っぽい男の人たちのお話ですね、うんうん、で攻めの方が、まあ、広道って言ってこの下にいる方ですねのタバコ持ってる方なんですけど、うんうんうん、で彼は今その商社勤務をしているサラリーマンで、まあ、結構育ちも良さめあの、うん、なんですかねお家がこうちゃんとあっておばあちゃんとかのことをなんかおばあ様って呼びそうなちゃんとなんか一家のね、はい、その系列というかすごいいい感じのもので育っていらっしゃってそうそうそうで感じの攻めと受けがこっち、倉橋隼人くんって言うんですけど、こっちもこっちでなんか呉服店の跡取りではないのか呉服店の息子で、で今その別の呉服店でちょっと修行じゃないですけど働いてるっていう店になってます。であのこの二人あのセフレなんですよびっくりしたマッチングにびっくりしたでこのセフレっていうところから始まってって、はいはいはい、でそのまあ気軽にその会ってはそういうことをするっていう風に過ごしてたんですけど、うんうんうん、まあそういうわけで2人ともその普段生活してる階級というか社会が被ってるから、うんある時、うんうんうん、そのこっちの呉服店にそのお得意様と一緒にあの荷物持ちみたいな感じで来店しちゃうんですよ。あ来ちゃったか。職場で宴会じゃないけどであのばったり会っちゃってこうなんか今までそのセフレとしてしかお互いのことを知らなかったけど、うんうんうんまあ、それをきっかけにお互いのこうどういう普段生活をしてるのかとか仕事をしてるのかっていうところはこう分かっていって、うんうんうん、あのいろいろ恋人的な方面でだんだんこう人間関係として距離を詰めていくような話になってますねいやなんか面白いですね出会い方と会っちゃう感じがなんかおよそねなんかそういう出会い方しなさそうな2人なんですけどねなんか今作はですね結構その受けの方が明るくて人懐っこい感じ、だけどちょっとこう心になんかこう影ではないけど悩みとかを実は持ってるっていうタイプでうん、うん、どっちかっていうと今回はあの攻めの方があのクールな美人というかなんかですね。攻めがそっちなんですね。そうですね。あの作中で受けがあの彼にあの本当に言うのであのもう公式ですちゃんと。あちゃんとこの後からつけた属性とかではなくクールビューティーだって言ってました。受けの方が攻めのことをクールビューティーって言ってるのでこんな描写がそれだけでも美味しいですね。そんな感じなんで私はすごいそれも良かったですので、まあやっぱ萌えポイントとしてはですね、まあ、両家に生まれた男の子たちが、まあうんうん、やっぱり両家ってことでそのゲイ自分がゲイであることとかも、うんうんうんまあ、重く捉えられたりとか理解がなかったりとかって絶対あるじゃないですか、うんうんうんまあ、そういうことをこう自分の性的思考っていうところを家族に受け入れてもらえなくて悩んだりとか、うん、あの別の家族があの自分の兄弟とかが家族を持っていくことで自分がこう孤独に将来なっていってしまうのではないかっていう不安を抱えたりとか、うんうんまあ、結構その悩みも、まあ、20代30代って生きていく中でリアルな葛藤を持っているところがすごいこう丁寧に描かれてて、なんか良かったですね。こうまあそれは現実の恋愛でうまくいくだけの話じゃないところも、うん、そうですねあってそういうところを2人でこう乗り越えていこうとしていろいろ行動していくところとか良かったですね、うん、いやなんかその育ちのいい2人ってだけでうほーいとか思ってたんですけど、うん、なんかそれだけじゃないですよね。そういうプラスちゃんとその設定というか そのキャラクターのなんか持ってるものを存分に描き出してる感じがなんかすごい期待できますね。質がいいみたいな
そうなんで、重厚というかね、ってこられますよね。で、まあそういうなんか自分の置かれた境遇だったりとか性的思考にこう葛藤しながらも、ちゃんと2人で、うんうん、あの手を取り合ってじゃないですけど協力しながら、あの新しいこう関係構築に取り組んでいったりとか、うんうん、自分たちのこう将来のあるべき、なんか目指していきたい姿みたいなところをこう作っていくっていうところも、うんうん、ゆっくりゆっくりあの2人が育んでいくってところもいいなと思いますね、はい。で、あとちょっとこちらの作品、あの、はい、特筆すべきポイントがありまして、はい、何でしょう、あの受けの方があの呉服店の勤務っていうことだったんで、はい、あのまあ和装がね最後の方に出てくるんですよ。やったー、2人の最後もう和装が好きな方、和装大好きマンですこちらの作品でちょっとこう青島先生の和装いいなって思った方にはちょっとあのビデオをお勧めしたいのがありました。なんだなんだあのこちらのこうアイエンカタルシスっていう作品はですね、大正ロマンが、はいはい、大正ロマンビールっていう感じなので、和装があのこっちからよりたくさん楽しめますので、和装萌えだって思った方はこっちもちょっとすごい、なんかこれテレビショッピング読んでいただけるといいかなと思います。はい、最後に紹介するのはこちらです。はい、はい、コントラディクト、イエーイ。これですね、去年発売になりまして、去年の去年今年か今年の BL アワード2023のベスト BL 部門の20位にも、はい、ランクインしております作品になりますね。すで、こちらはですね、あの消防士ものなので、今までのその結構上品なスーツだったりとか、まあ、上流階級のあの出身の男の子がたくさん登場してくる大島かもめ先生の作品からすると、今まであんまりなかったこうガッチリ系の職業ビールとなってまして、まあ、それもすごいいいんですけどね。いや、消防士ってすでにいいですねこの表紙の服装っていうんですか、なんかピチッとしてるやついいですね、はいそうなんですよ、バキバキのいい体を持ちですね。で、あの2人とも攻めも受けもあの消防士なんですけれども、はいはい、であのこっちの攻めの消防士矢島くんがですね、うん、結構まああの俺様で自信家いや脳筋そうっぽい脳筋デリカシーなしのんけ結構こうつよつよオラオラ属性で、なんかあの、で2人とも今そのレスキュー隊員になるための研修を一緒に受けてるんですけど、はいはい、その研修の中でも俺様が一番だぜみたいな感じの本当にいるんだそういう人がそう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 、なんか本当に配慮とか全然ないような感じのつよつよなあの男の子でして、はい、でこっちの対してあの受けの鳥海くんは、まあ、ツンツンっぽい美人、うん、ツンツンしてる美人で、うんうん、あのちょっとクールめでなんかやや潔癖っぽさもちょっとありそうな感じで、あとまあだけど意外と天然なところもあって結構ボロが出がちな感じです。ちょっとなんか逆な感じしますね、はい、逆でなんかその優秀なんですよね、こっちの鳥海くんも。ちょっと知的であの冷静さも持ってるから、そのなんかこうパワープレイでなんとかしようとするあの矢島くんに反してそのこう着実にやってるから成績2人ともすごいいいんですよ、うんうん、そのレスキュー隊の研修で。でだけどこの矢島くんの方がだから気に食わないわけですよねそういうなんかあいつ済ましてて気に食わねえっつってバチバチしてる2人なんですけれどもまあある時ですね、あの部屋で飲み会をすることになって、うんうん、であの部屋で人がいっぱい寝ちゃってどうするってなった時に、まあ、この2人あの研修の間だけ隣のマンションの隣に同士に住んでるんですけど、じゃあうち来るみたいになって、うん、ちょうどうっかり口を滑らして鳥海のがゲイバレしてなんかうっかりうっかりうっかり、それでそのいつものこう喧嘩の発展の末ちょっとやってしまうという、はい、どういうことだ、どういうことだお話なんですけど、すごい今時空が飛んだみたいでびっくりしちゃった。 いいですよ、もうこれ本当に好きすぎてですよね、私本当によく聞くんですよ、はい、このコントラディクトっていう単語ずっと言ってて、はい、もう口を開けばコントラディクト状態だったので、いやハマりすぎてしまってですね、いやでもこんなドハマりする人がね、うん、身近にいるってだけでもうこの作品の凄さがもうひしひしと分かるというか、いやもう全てが良かったですよ本当に全てが良かった。で結構その一回寝てしまってから、はいはい、矢島くんのその攻めの方がなんか意識しだしちゃうんですけど、まあそうでなんかでも鳥海くんはあの普段のまんまだしどうしようかなっていう感じなんですけど、うんうん、なんで結構こう攻めの方が受けの釣れない態度に振り回されているのかと思いきや、うん、実はなんですよ、実はっていうところがありまして、これ帯にも書いてあるんですけど大きく、お前さ俺のことすげえ好きだろってバイヤ島、いや最高、そのセリフが好きだわ
なんですよ、なんです。なんでちょっと今ここいろんな話をつなげていただいて、うんうん、ちょっともうあの萌えが高まっている方はぜひ書店にゴーしていただいて、私のようにコントラディクトの間にあのいやちょっととんでもないです。私受け好きですわ。受け そのなんかなんか見せない感じ、見せないくせに絶対好きだろみたいなの。そうですよ、いい、あの表にはデレこんぐらいしか出してないけど、だったらもうなんかすごいみたいな感じなので、ちょっとこちらもあの今まで紹介してきたこうなんか品の良さめな男子っていうところからはちょっと違うんですけれども、うんうん、まあ、大島先生の書かれるこう新たなこうがっちりした男の魅力っていうのもありますので、うんうんうん、ちょっと読んでいただければなと思います。はい、ここまであの大島かもめ先生の作品を4作品ほど紹介してきたんですけれども、はい、何かこう気になったものとかってありますか？私結構新刊のやつなんですよね。はい、これですね。いや、あのこれまでね本当に数々の作品がね、はい、あったと思うんですけど、はい、私がそもそも自分があまり読んだことないタイプというか、はい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 、あのカチッとした感じの男の人が登場する作品、うん、私はあんまり読まないので普段、はい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 、ちょっとまず扉を開けたい。あ、こちらでね、すごい開けたいし、はい、多分なんかこの大島かもめ先生の描く男の良さを早く知らないとっていう今焦りがいち早くなったので、まあ、はい、でも結局全部読みたいので、はい、あの順番にちょっと読んでいきたいと思います。ぜひぜひよろしくお願いします。はい、ということでですね、本日は4作品ほど紹介させていただいたんですけれども、特にあのこちらの答えてマイドリフター今新刊となっておりまして、はい、あの続々とありがたいことにレビューをたくさん今お寄せいただいております、はい、であの今回動画を見てあの感想をってこあのところがありましたら、ぜひあのチルチルのページに飛んで、作品ページに飛んでいただいてレビューの方をお書きいただけますととても嬉しいなと思います。はい、であの他の作品につきましても作品ページを概要欄に貼っておきますので、ぜひそちらからもチェックしてみて、あの読まれた方はレビューを寄せていただけると嬉しいです。はい、お願いします。はい、はい、ということで本日は、大島かもめ先生の作品を特集させていただきました。はい、で今回あの動画の方でちょっと取り上げられなかった作品なんかもチルチルの作品ページにいっぱいあの載っておりますので、ぜひあの検索をかけていただいて見ていただければなと思います。はい、それではバイチル。